車で GO! これから SL の操作の説明をします。私が汽車の操作を説明します。説明をしっかり聞いて事故が起きないようにね。これが加減弁です。加減弁は汽車を動かすために使います。これが逆転機です。逆転機も汽車を動かすために使います。 SL のブレーキはちょっと特殊です。これがブレーキメーターです。ブレーキをかけるとこのメーターが動きます。このメーターが5以上の時はブレーキがかかっていない状態です。このメーターが 3.6 の時はブレーキが最大の状態です。蒸気圧計です。使用できる蒸気の量が表示されます。に空気を入れます。このメーターで針が5になるまで空気を入れてね。ブレーキの空気を 5.0 まで入れてください。最後に加減弁を操作します。加減弁を操作して蒸気を入れてください。作法確認。徐々にスピードが上がってきました。第7変速進行。走行速度は時速60キロを目安にしましょう。作法確認。ここからは惰性走行に入ります。加減弁を閉めてください。第6変速進行。作法
ましょう。第一計測進行。ブレーキの空気を 5.0 まで入れてください。進行。制限解除。ちゃんと止まることができました。皆さんも安全運転でお願いしますね。